すごいな、ススキ。めっちゃ見頃やで。おいちゃん、ほら、ママの背丈やったら見えるやろ、ススキが。どうですか、見えてます？お母さん、見えてますか？寝そう。ここちゃん、寝そう？大丈夫か？大丈夫？ススキ、ここちゃん、入ってんな、袋にちゃんと。リリシー、おじゃん、リリシーね、見てるやん、一応寝そう、こんなにそう、はい、よっしゃよっしゃ、おー、きれい、ここちゃん、あー、すごいよ、おー、ほら、ここちゃん、見てる、ほら、ほら、見えるこっち見てる、見てるすごいよ、ほら、これ、これ、これ、ほら、だって、コップの普段のセットね、姿勢やったら絶対見えてない。お前な、そういう意味ではすごいいいね、そう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 、これ、ほらほら、人間と同じ目線でススキを楽しめる。おお、すごいすごいすごい、見てこれすごいよ、おお、綺麗やな、おちゃん降りた言わへんもん、降りた言わへん、ススキ、身長高い、身長高い、どうここちゃん、みやこちょいでもう眠て、ね、寝そうやんかすごい、ススキが銀色、銀色に輝いてる、すごい、ココちゃん見える、見える、これ、うわすごいよ、めっちゃ綺麗、ほんと綺麗、ほら見て、みなさん、あんた寝てるやん、寝てるっちゃ、あんた見て見てよ、ちゃんと、ほんとすごい綺麗、めっちゃ綺麗、もうココちゃん寝てるもん、半分、すごすぎる、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、見えてる？あんまりススキ興味ないかな、全く興味ないわ、眠そうやな、寝そうやろ、寝そうやわ、めっちゃうとうとしてるやん、ほんまに寝そうやな、あら、ココちゃん寝そう、仙石原で寝ました、仙石原で寝る、割と寒いけどね、これ。抱っこで気持ちいいのかもね、背中でしようかな、あ、でも空港じゃないな、うん、ちょっと降りたそうにだな、降りようか、ココちゃん、どう、足取り重いね、足取りがすごい重い、もう疲れてんねあっちこっち行って、頑張れ、ココちゃん、てっぺんから見よう、この景色をね、結局パパタクシーでございます、割と大変やなタクシー乗って回復したわパパが、パパのもう体力がガンガン減っていってますけど、風がね、うん、はあ、いやー、でも気持ちいいわ、綺麗やし、景色がね、大丈夫、登山や、登山やね、軽登山、ここさ、えらい元気になってスタスタ歩いてるやん、じゃあ我々人間が頑張らんと、結構長いね、思ったよりも長い道のりです、坂やしね、よし、よし、OK、うん、え、そうかな、じゃあ多分中盤で見るのが一番綺麗かも、じゃあ下りながら、下りながら、こちゃん元気やな、どんどんすぎるめっちゃ早いな、ここちゃん、この土が好きなんだ、あ、土歩きやすいもんね、いや歩きやすいじゃん、うん、
なんかすごい光の道を歩いてるみたいだね。うわすごい、すごい綺麗。あ、こっちの方が景色すごい。ココちゃんの次、うん、この辺すごいね。ちょっとココちゃんここ立ち止まって。すごいな、こんな輝く、すごいな、めっちゃ綺麗。遠い、意外な距離あるんだ。こんな距離歩くっけ。前回確かこの辺までは歩いたんや、頂上まで。それ無理や。あら、ココちゃん楽しそうにママと歩いたね。偉いな。行こう、まだ歩きて。ぐっすり寝られないこれ。明日動かれへん。ママ光の中にいる。あぶら眠って。ほら、あんまり興味ねえんだな。あ、でもこんな景色見れて本当。じゃあほら見せてあげたかった。こっちはすごいね、この左側から。うん、すごい。今ちょうど太陽に透けてさ、すごい、ほんまに綺麗。日差しがいいね。金色の世界。うん、ちょっとこっち見て。こちゃん、こっち見て。こちゃん、カメラ目線くださいですって。お、見てるのか。うん、かわいいの。もうなかなか来れないと思います。紅葉シーズンは大涌谷に来た人とかでなんかちょっと交差するごちゃごちゃになる道があるみたいで、今大変です。大渋滞に巻き込まれてます。あの3キロなんですよ、宿まで3キロなんですけど、もう1時間ぐらい止まってて、10分に何メートルとかしか進まん感じで、あー渋滞を抜けた、めっちゃ嬉しいよ。この大涌谷は、大涌谷やば、めっちゃ怖いんだけど。明日の大涌谷が朝一で行こうね。いやすごい、降りてる人おったな。やばいね、やばいやばい。ちょっと歌ってたらあっという間に過ぎましたけど、あ、ここまで。あーすごいね。うわー、あの車、今から地獄を見るぞこれ。性格悪い。最低だよ私。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。犬は景色よりも匂いとかを楽しむんでしょうけど、あの絶景をココにも見てもらいたくって、犬を背負うためのカバンでね、目線を高くしたりしたんですけど、景色を楽しんでくれたかはちょっとわかんないですね。でも飼い主はすごく楽しかったです。キラッキラにね、光ってるんですよ、ススキが。何度でも見たい風景ですね。じゃあまた。